この液体窒素をまた別の液体に入れてみる。液体窒素を凍らせたのは液体ヘリウム。およそ摂氏マイナス269度。度によっても変わる。表すには摂氏マイナス273度をゼロとする絶対温度を用い、単位はケルビンを使う。ヘリウムは原子同士が結びつきにくく、絶対零度付近でも液体でいられるただ一つの物質である。これは燃性がなくなってしまったためである。